聞こう。このエオルゼアに真実はあるのか。 恐れおののき、恐怖を拭うために人が戦う。おかしいとは思わぬか。この地を守るというエオルゼア十二神、己の守護神と仰ぐなら、再び呼び下ろすがいい。あのカルテノンの時のように。そして神を呼ぶ代償としてクリスタルを食らわせ、エーテルを吸わせればいい。 気づいているはずだ。十二神もまた万神に過ぎないと。その力に頼れば地は滅ぶと。この真実を知ってもなお愚かな民が偽りの神にすがるのはなぜか。賢人類ぞまでもが神にすがったのはなぜか。長が王が為政者が 力なき弱者だからに他ならん。人の世は人によって支配されてこそ初めて存在価値がある。人は太古より他者との争いで自己を鍛え、奪うことで富、支配することで栄えてきた。つまり争いの果てに強者が弱者を導く先にこそ未来があるのだ。 力ある者が支配すればよい。欺瞞に満ちたこの地で愚かな民を救うための真実はこの一点だ。
アラウ帝国の超文明ですら、そ
その競争しか解明できなかったアルテマウェポンのコア、プロ成績サビク。そのコアの中にはある魔法が秘められていてな。魔法だと？その名は究極魔法アルテマ。安心たちを吸収したのもこの本来の力を取り戻させるためにすぎぬ。これこそがアルテマウェポンの真の力。アシエン・ザ・ハブレア、貴様何を考えている？私の考えは元より変わらぬ。真なる神の復活、これだけだ。真なる神の一端を見せてみろ。ウズナス精霊のいる七つの扉開き、力の塔を手に入れたアルテマ。様の望む力は与えた。さあ、思う存分戦うがいい。アシエン・ラハブレ、貴様には戦いの後聞きたいことがある。しかし今はこの者らを倒し、我に力ありと証明する。こちらが真に持つものなのか、決着をつけようではないか、冒険者。
力なき者に導かれ、神にすがるがゆえに世が乱れる。愚民を作るのは弱き為政者、弱き為政者を作るのも愚民なのだ。誰かが力を持たねばこの流れは断ち切れぬ。貴様ほどの力を持つ者がなぜこの真理を理解せん。貴様が力を求めたからこそ、アルテマウェポン、そして究極魔法アルテマを授けたというのに。所詮は人の子か、この程度のものとは。この星の断りは乱れている。このままではいずれこの星のみならず、物質界、エーテル界、世界をなす全ての法則が乱れるであろう。そしてそれは星に救う病巣ハイデリンが元凶。母なる星を守るためには病巣を焼き払い、断りを正さねばならない。そのためには我らの真なる神が再臨するほかない。我らアシエンの主、絶対の神の再臨にはこの地により大きな混沌が必要となる。そのためには神を狩るお前たちの力が邪魔となるのだ。この黒き城と共に消えるがいい。